さ、緊急事態よ。結婚式の招待状が間違っているわ。え？新婦の名前が間違っているみたいなの。マナさんのところが空になっているって。え？ついさっき親族から連絡があってね。聞いていた新婦の名前と違うけど大丈夫かって。それで実物の写真を送ってもらったら、まさか新婦の名前が間違っているなんて。しかも、カナって私の双子の妹じゃないですか。あら、そうだわ。今気づいたけど、妹さんの名前じゃない。今すぐ式場に連絡してみます。招待状のお手配もすべて式場にお任せしていたんです。結婚式一週間にこんな重大なミスに気づくなんて、招待客のほとんどが勘違いしているだろうし、早いうちに訂正してもらわないと。そうですよね。この度はご指摘の連絡をありがとうございました。今すぐ式場に訂正をお願いしてきます。まったく、なんて式場かしらね。式の主役である新婦の名前を間違えるなんて、カナさんたちに失礼だと思わないのかしら。わざとじゃないでしょうし、ミスが起こってしまうのは仕方がないですよ。でもこうして気づいて連絡くれた人たちに恵まれてよかったです。では急いで、電話をしてきますね。ええー、お願いね。新郎の母親が特に怒っているって伝えてちょうだい。わかりました。カナ、これ一体どういうこと？いつの間に新婦変更の連絡なんて式場に入れたのよ。あれ、なんでもう気づいてるの？このまま当日まで黙っておくつもりだったのに。招待状の名前があんたの名前になってるって教えてくれた人がいるのよ。それで式場に問い合わせたら、ずいぶん前に新婦の変更について連絡があったって言うじゃない。やっちゃん、そこからバレちゃったのか。で、どういうことなのか説明してもらいましょうか。式場は新婦本人からそう連絡があったって言ってるけど、私になりすましたカナの仕業でしょ。双子ってこういう時便利だよね。本人確認しても顔そっくりだから余裕で突破だし。なんだったら生年月日も一緒だもんね。一体何がしたいのよ。勝手に新婦の名前を変更するなんて。何のためにこんな嫌がらせをしたの？嘘でしょ？もしかしてただの嫌がらせだと思ってるの？それってどういう意味よ。嫌がらせじゃなくて、本当に新婦を変更したの。一週間後の結婚式で大輝くんと結婚するのはこの私。私、マナの婚約者と、結婚するつもりなの。なんですって？大輝くんは私がもらったわ。彼も私と結婚したいって言ってるし、元カノは黙って指くわえて私たちの結婚式を見ていなさい。待って。大輝をもらったって言って何を言い出すのよ。大輝は私の彼で婚約者なのよ。結婚するのはこれ私よ。だから、カナから私に乗り換えたんだって、はっきりそう言わないとわからないの？え？もう大輝くんはあんたに興味ないんだよ。まだは妹に婚約者を奪われたんだから。はぁー！めっちゃいい反応してる！略奪の醍醐味ってまさにこれだよね！乗り換えたってどういうことよ。まさかと思うけど、あんたたち私に隠れて付き合っていたの？うん、半年ぐらい前からね。嘘でしょ？本当でーす。偶然仕事終わりに街中で会ったんだけど、大輝くんたら私はマナだと勘違いしてて、面白そうだから、そのままマナのふりをして、既成事実を作っちゃったの。何ですって？その後、ネタバラシしてあげたんだけど、怒るどころか付き合ってくれって言われてさ、はい、オッケー言っちゃったんだよね。ついってバカじゃないの？しかも私のふりをして既成事実って、身内の結婚をぶち壊すなんて、一体何がしたいのよ！ムカついところは僕だけです。特に理由はありません。はぁ？双子のくせに抜け抜けしようとしたマナにムカついたの。僕ら奪ってやったのよ。私たちは同じ顔、同じ生まれ、同じ育ちなのよ。なのにあんただけいい男と結婚するなんて絶対に許さないもんね。抜け駆けって何よ。カナにだって彼氏がいるじゃない。早く結婚したいなら自分の彼氏に文句を言いなさいよ。言えるわけないでしょ。私の彼は既婚者なんだから。嘘でしょ、カナ。あんた既婚者なんかと付き合ってたの？そうだけど、だから何？
好きな人には奥さんがいたっていうだけでしょ。ええー、でもやっぱり毎日寂しいの。彼はいつも奥さんのいる家に帰っちゃうし。なのにそんな時にマナを結婚しろって聞いてムッとついたの。だから大工を奪ってやったんだよ。そんなのただの八つ当たりじゃない。そんなくだらないことで姉の結婚式をぶち壊してどこまでバカなことをしたら気が済むのよ。うるさい。双子のくせに私に説教するな。ちょっと私より早く生まれてきただけのくせに。そんな奴が姉面なんてしてんじゃないわよ。カナダ、それ以来くんは私と結婚したいって言ってくれたもんね。同じ双子でも私の方が趣味の話もあって面白いって。酒も強くてノリも良くて私の方が好きだって言ってくれたもん。そう、大輝がそんなことを言ったの。あんたって意外と愛されていないのね。こんなすぐに結婚相手を変えられて。私もこの程度の愛だとは知らなかったよ。彼となら幸せになれると思ったのに。結婚式だって二人の思い出になるようにってたくさん頑張って準備もしてきたっていうのに。その結婚式も私がもらっちゃいます。頑張って手をした装飾も料理もドレスも全部私が新婦として楽しんでおくわ。あっそう、それじゃあ浮気野郎との結婚式を二人きりで楽しんだろ。誰も祝ってくれない結婚式なんてやるだけ無駄だと思うけどね。ああ、なんで二人きりで結婚式をしないといけないのよ。招待状も送ってるし、みんなにはちゃんとお祝いしてもらわないと。嘘でしょ？まさかこんな結婚式に招待客呼ぶつもりなの？当たり前じゃん！私たちが双子だったおかげで招待客の変更や追加もいらないんだし、本当に新婦だけ交代して挙式するんだもん！マジかよ。私たち大学まで全部一緒だったし、基本的に友達は共通の友達だし、新婦友人も何も問題ないもんね。参列者そのままで進歩だけ交代よ。あんたはみじめに新属席から私たちを見ていなさい。あんた式代払えるの？え？もうこの際略奪婚でも略奪挙式でも何でもいいけど、結婚式費用の800万はちゃんと払えるんでしょうね。誰も覚悟で式を奪うって言うならむしろ称賛するわ。うっそ、結婚式そんな大金つぎ込んだの？800万の結婚式ってめちゃくちゃ豪華じゃないのよ。私よりも新郎の大輝がノリノリでね。あのオプションもこのオプションもって追加してトータルでその金額になったのよ。で、その支払いが3日後に迫っているわけだけど、800万を一括支払いできる準備はできているの？あ、ちょっと待って、支払いが3日後ってどういうこと？結婚式費用もうとっくに支払いが済んでいるんじゃないの？マナが払ってくれた結婚式は私たちがただ乗りするんでしょ？オプション追加しまくった結果、正式な金額が確定するの遅くなってね。それで挙式日の数日前に支払うことになったのよ。現金一括で全ての支払いを私がすることになっていたわ。金額マナが、しかも現金一括？800万もの大金よ。うん、そうよ。嘘でしょ。だってこういうのって普通は新郎が出すもんじゃない。全額が無理でもせめて半分ずつとかさ。その予定だったんだけど、新郎の大金がお金に困っているって泣きついてきて、それで一応私が立て替えて支払うことになっていたの。お金に困るって、そんな状況私は大工から聞いていないわよ。え、何も聞いてないの？大工って今は無職なんだけど。ああ、無職って嘘でしょ。大工って今働いてないの？実は婚約直後に大工の勤めていた会社が倒産してね。そのまま仕事も見つからず、今は失業手当をもらっている日々なのよ。そんなの一言も聞いてないんだけど。そんな状況だから結婚式はやめようかって言ったんだけど、上にも結婚報告したのにそれはできないって言い張って、多分あの様子じゃご両親にもまだ伝えていないと思うわ。そんな、なのに無職期間を全力で楽しむよって連日ライブや飲み会に出てばかり、失業手当も使い切って私にお小遣いをせびる始末でね。そりゃあライブも無職中は禁止って怒る彼女より、ノリも話も気悪な妹の方が結婚したくなるわよね。嘘でしょ。小遣いもせびるってもうや妹になりかけてるじゃん。そのくせ結婚式には浮かれているし、オプションどんどんつけて総額800万にもなるし、立て替えてあげるだけの貯金が私にあったからまだいいけど、
カナ、あんたに800万の貯金はあるの？ナイキと結婚するなら、あと3日で用意しないといけないのよ。そんなのあるわけないでしょ！貯金なんて100万もないわよ！そうなの？だって、結婚式費用は普通、新郎が全額払うものだと思ってたし、私が払うと思ってないから貯金なんてしてるわけないじゃん！それにこないだ、彼氏の奥さんに慰謝料を支払ったばかりだし、なんとかかき集めても、数十万しか手元にないわよ！慰謝料って、婚者彼氏との浮気がバレちゃったの？バレたっていうか自分からバラしちゃった。大君と結婚するから、彼のこと思いっきり捨ててやったの。一生離婚してくれない彼氏なんていらないんだよって。それでその、元彼が困ればいいと思って、自分から彼の奥さんにも浮気のことを全部バラしたの。そう。そうだったんだ。それでね、どうせなら、かっこつけたくてね、バラす時に奥さんに慰謝料も叩きつけてやったの。見張って200万も置いてきたの。慰謝料を払う潔さはいいけど、これで貯金が数十万。どうやっても、800万の挙式費用には足りないわね。どうしたらいいのかな？お金払わないと結婚式ってできないよね。当たり前でしょ。あとは借金してくるなり、親に頭を下げるなり勝手にして。私は何も知らないからね。ちょっと待ってよ。双子の妹の大ピンチなんだよ。あれなら何とかして助けなさいよ。予定通りあんたが戦ってくれてもいいじゃない。ちょっと遅く生まれたぐらいで妹面してんじゃないわよ。それじゃあ一週間後の結婚式頑張ってね。マナさん、話は息子から聞いたわ。まさか大輝があんなバカなことをするなんて。本当にびっくりしますよね。どこぞの女でも腹が立つのに、浮気相手が新婦の実の妹だなんて。それも申し訳ないし、仕事や挙式費用の支払いのこともごめんなさい。ずいぶん前から無職でマナさんに迷惑をかけていたなんて知らなかったとはいえ、本当に申し訳ないわ。結婚式までには、家族には打ち明けるって約束だったんです。やっぱりその様子じゃ、約束も守られていなかったようですね。きっと私たちに結婚を反対されると思ったのよ。新郎が無職だなんて、そんな状況で結婚なんて許さないわ。一家の主たる者が無職のまま結婚、しかも費用を奥様に負担させるなんて情けない話があるものですか。仕事が見つかるまで結婚式なんて絶対に許さないわ。確かに、セイさんはそういう人でしたね。大輝が一向に打ち明けなかったのも納得です。ああ、もう頭が痛いわ。無理な上に結婚式をマナさんの妹と行うなんて、大輝にはまだ言っていないけど、お父さんの手顔面蒼白で倒れてしまったくらいよ。え、お父さんは大丈夫ですか？少し休めば大丈夫よ。だからね、私たちは結婚式には出ないことにしたわ。この状況じゃ、お父さんはまた倒れてしまいそうだからね。そうですか。欠席されるんですね。そもそもこんな結婚なんて認めなくもないからね。もちろんマナさんも欠席するのよね。そうですね。二人は新郎席に私を座らせたいようですが、バカバカしいので欠席するつもりです。それが一番いいわね。それじゃあ式当日はお宅にお邪魔してもいいかしら。今回の慰謝料を息子に代わって渡しておきたいんだけど、そんなんいいですよ。慰謝料はしっかり大輝さんからいただきますから、私たちもそれが一番だと思うけど、大輝は無職でしょ？とそれを理由に逃げると思うのよ。それは確かに。だから私たちから受け取って、それにお金はもともと大輝のお金だから大丈夫よ。え、大輝さんのお金ですか？実は、大輝には祖父母の遺産があるのよ。大輝が結婚して一年前になったら持たせてくれ。で、亡くなった祖父母から預かっていたね。200万ほどだけど、慰謝料として受け取ってくれないかしら。そんな大事なお金をいいんですか？あの子が一年前になる未来は全く見えないし、どうせ渡してもマナさんへの慰謝料になるんだもの。それなら直接私たちから渡しても問題はないはずよ。ではお言葉に甘えて受け取ってもいいでしょうか。これを機にどこかに引っ越そうと思っていたんです。じゃあ引っ越し資金にちょうどいいわね。では夫と一緒に
式当日はそちらにお伺いします。はい、お待ちしておりますね。どうしよう、お姉ちゃん、せっかくの結婚式で大輝くんのご両親が来てくれないの。そりゃ来ないでしょうね。あんたたちの結婚は認めないって言っていたもの。大輝の代わりに遺書状を渡したら帰ったわよ。今日は天気もいいし散歩して帰るって言っていたかしら。医者料、何それ、大工のご老人からお金を受け取ったの。うん、医者料として200万円ほどね。もともとは大輝に渡す遺産だったみたいだけど。そんな大輝があったなんて聞いてないよ。ていうか、マナに渡すくらいなら私たちに渡してくれたらいいのに、ご祝儀を期待していたのに来てくれないってありえない。そういえば今日の結婚式無事にできるのね。挙式費用の800万、なんとか用意できたってこと？用意できるわけないでしょ。式場には無理を言って当日支払いに変更してもらったの。だからご祝儀を今日一日でかき集めるとまずいんだよ。嘘でしょ、何の当てもないまま強行したの。当てならあったもん。式当日にはみんなご祝儀をたくさん持ってきてくれると思ったんだもん。なのに大君のご両親は来ないし、うちの両親からたったの50万円だけ。しかもご祝儀じゃなくて手切れ金だと思え。言われたし。あらあら、その他の親族もほとんど来てくれないの。友達すら来てくれないの。そりゃほとんど来ないでしょ。新婦の妹が新郎と略奪婚なんて縁起が悪すぎるもの。なんでそんなこと言うのよ。ただ新婦が構っただけじゃない。それに私たちは双子なのに、顔も何もかも全部一緒なのよ。それなら何も問題ないと思ったのに。そう思ってるのはあんただけってことね。それじゃあゴロゴロの結婚式を楽しんでね。そんな、ちょっと待ってよ。私たちの結婚式費用マナが言ったら肩代わりして。は？なんだ私が。いつか絶対に返すから、だからお願い、今日の支払いを助けてよ。今日で200万も年利収入があったんだからさ、800万ぐらい別にいいでしょ。誰が助けるか、バーカ。借金でも何でもして、夫婦二人で乗り越えなさい。それじゃあね。そしてその後、私はすぐに引っ越しをし、新しい住所は両親にしか伝えていません。彼女たちに絶対に教えないようにと伝えてあるので、今後二度と二人に会うことはないと思います。そしてその二人はというと、結局結婚式は数名しか来てもらえず、大赤字に。慌てて式場のブライダルローンを組むことになりましたが、異例中の異例の事態ということで、かなり高い金利で組まされたと聞いています。そして両家の両親からは正式に絶縁状を叩きつけられ、今は朝から晩まで3つほどの仕事。